皆さんこんにちは、横尾マックスです。今日は、こちらじゃじゃん、カゴメのこれ一本野菜一日ということで、野菜一日これ一本、逆から読んでしまいましたね。野菜一日これ一本、これを飲んでみたいと思います。見ての通りなんですけど、野菜ジュースでございます、カゴメの、ここに書いてあるのが、こんなに入ってます。トマト、人参、何これ、なんちゃらボビー、赤ピーマンか、漢字の赤っていう字がボビーに見えた。赤ピーマン、ほうれん草、モロヘイヤ、ブロッコリー、レタス、セロリ、生姜、いろいろ入ってますね。ということで今回は飲んでいきたいと思います。いや、普段はね、この野菜ジュースは飲まないんですけど、今日はちょっと急になんか飲んでみようかなと思って久々に買ってみました。はい、よくこれ僕ディズニーシーとかに行くとき朝ごはん車で食べるんですけど、たまにこう飲んでましたね。いただきます。非常に甘みがあってですね、美味しいです。非常にこれ体に良さそうですね。程よい甘さっていうんですかね。すごい美味しいです。やっぱり久々に飲んでみましたけど、この甘みがいいですね。なかなか美味しいです。これ朝とかね、朝食と一緒にこれ飲むといいんじゃないかなと思います。野菜一日これ一本の、レビューでした。食品レビューじゃないね、これね。はい。はい、では終わります。